ロコモトレーニングを始めます。まずロコモには、よく歩ける人から歩くことが苦手になってきている人まで、いろいろなレベルの方々がいらっしゃいます。自分に合ったトレーニングをしましょう。スクワットをします。椅子に腰掛けるようにお尻をゆっくり下ろします。お尻を軽く下ろすところから始めて、膝を曲がっても90度を超えないようにします。膝がつま先より前に出ないようにします。膝の曲がる向きは足の第2趾の方向にします。足はかかとから30度くらい外に開きます。体重が足の裏の真ん中にかかるようにします。深呼吸をするペースで5、6回繰り返します。これを1日3回行いましょう。無理をせずに痛みがあればすぐに中止しましょう。ロコモを知って明るい未来を。